がとうございます皆さん報告、うん、はい、じゃあアパレルは本日最後ですね、このワンピースに行こうと思います。はい、はい、こちら品番が 2658E のトップス×スリーブレスワンピースセットです。はい、色は文ちゃんが着てるブラックと私が着てるベージュの2色で、お値段5900円でございます。はい、おすすめポイントお願いします。はい、おすすめポイントをお伝えしていきます。ちょっと私が着てる黒がね、分かりにくくてしゃあないんですけど、分かるかな、2点セットになっております。はい、トップス長袖のめちゃくちゃショートな胸下ぐらいのショート丈の今年らしいトップスと、ノースリーブのタンクトップのロングワンピースの2点セットでございます。はい、ちょっとだけよりで入ってます。はい、で生地なんですけども、ニット素素材になってて太めのリブになってます。なので本当に今の時期でも全然もちろん使えるんですけど、春先まで長くお使いいただける優秀なワンピースとトップスでございます。はい、でワンピー自体は全然1枚でも全然本当着ていただけるので、あの春先全然これに例えば上にこう薄い、ね、シャツとか羽織るだけでも使えますし、はい、ショートのトップスは結構、ね、短めなので、それこそ今日 の、 あの販売にあったインナーのロングティーとか重ねてもらったら、また違った重ね着もお楽しみいただけるので、すごいこれこのままじゃなくてもお手持ちのアイテムとも組み合わせがしやすい、アレンジができる、着回しができるアイテムでございます。はい、で丈感的にはそんなに長くはないです、ワンピースの方は。確かにそうですね、もっちゃんでくるぶし、まあ上、余裕上ですね、余裕で上、ブーツで素肌が見えるぐらいなので、はい、結構ねすっきり着ていただけます。はい、多分ゆうちゃんだと膝下ぐらい、膝下もうちょい、そうですね、膝半分、うん、すね半分ぐらいかなって丈感なので、割とねあのどなた様でもご愛用しやすいじゃないかなと思います。はい、でお袖もあのトップスの方もお袖はそんな長すぎず短すぎずって感じなので、うん、本当にねベーシックになんかトレンドとか関係なく使っていただけるアイテムでございます。はい、です。はい、はい、ゆうさん体のラインは出ますかって。体のラインどうだろう、どうだろう、腰はちょっとピタなんですけど、そうですね、でも足とか、うん、あのウエスト周り、うん、そんなにピット感はそこまで感じないので、うん、お尻周りかな、腰周りだけ、ね、ちょっとこう触れる感じではございます。はい、はい、です。うん、レナムさん、サロトップス単品使いもできますよねって。できる、できます、絶対できる、できます、できます、うん、さっき言ってた、ブンちゃんが言ってたあの今日のロンティーセットのやつのね、うん、ロンティーと合わせても本当に着てもらえると思います。はい、はい、ゆりさん、透け感は、透けは大丈夫かなって、うん、ブラックはブラックはね、うん、大丈夫だと思います。ただリブアメね、ちょっとね、あのほんのりなんやろ、あの透かしじゃないけど薄くはなってるので、うん、日光の元に行くと色は透けないと思うんですけど、うん、足の形とかは透けると思います。はい、なんでまあ気になる方はピチコートを1枚着ていただいた方が、はい、ただベージュ、そうですね、ベージュ今ワンピのピチを着てます。ちょっとね、これはどうしても素材の特性上と、うん、まあ、色の特性上どうしても透けは感じられるので、はい、ピチコートは必要でございます。はい、はい、です。ミニアヤさん、裏地は膝まであったりするのかなってあるんですけど、裏地はねないんでございます。そうなんです、これ多分今透けてるのは私ペチコートなんですよ、ここワンピースタイプのペチコート、妹ちゃんは履いてるんですけど、はい、ちょっとねお手元のペチコートは1枚入れていただかないと、ちょっとベージュに関しては隙は気になると思います。はい、思います。はい、はい、あやみなさん、ワンピ単品で使ってもそう、チェックシャツとか羽織ってって、絶対いいと思います。それこそもぴちゃんのあのセレクトした、ああ着てきちゃう、着てくよ。うん、いいと思います。うん、なんか本当にあの今の時期はねこのまま2点セットで使っていただいてもいいですし、夏とかになったら1枚とかね、それこそシャツとか T シャツとか重ねてもらうとめちゃめちゃ長く使えると思います。はい、はい、あでしょ、黄色の差し色いい感じですね。そうなんですよ、やっぱ暗くなるがちな時にこれをやっぱ肩から羽織ることによって全然イメージが変わるのと、あとあったかいんですよ。確かにかわいそうなんですけど、さっきからあったかいなと思って肩掛けすごいおすすめです、うん、いいですよね、かわいいわ。私あの上のトップスを脱いで、ほんとこれあのこんな感じの普通のタンクトップです、まあ、中はタンクトップで、なんかこれあえて締めてちょっとほんとトップス、なんかあえてスカート使いで、うん、いいですよね、うん、なんかスウェットとかでこれワンピ下着てスカート使いでもかわいいですし、なんか意外とこの時期とかちょっと寒いなってなったらスウェットとか羽織って、うん、ワンピじゃなかったあのスカート使いでもいいと思います。うん、いいと思う、ね、私結構これ好きかも、このチェックとのこんなんか差がかわいい、おすすめでございます。はい、あとあそうゆうちゃんのやつをね見せましょう、お見せいたしましょう。ゆうちゃん、そうそう、またスローかなー、おかしいなー、なんで、あ、いやスローやな。やはり
スローやなんなんやろな、うん、ゆうちゃんね、ほんと足首と膝の中間ぐらいかな、うん、うん、って感じです。ちょっとタイツ履いてるんで分かりにくいかもしれないですけど、こんな感じでございます。ゆうちゃんはでもこんな感じでブーツ履いたらより多分素肌の見える幅が見えて広がるのですっきり見えるかなとは思います。うん、ブーツとか可愛いと思います、これで履いても。あー可愛いね、うん、だから高身長さん、高身長じゃない、高身長さんとか別に低身長さんとかそこまで気にせず、本当身長は気にせず着ていただけるんじゃないかなと思います。これは1枚持ったら本当にちょっとしたお出かけ、ちょっとそこまで、あーね、めちゃくちゃ使える。確かに、うん、あ、ありがとうございます。さとみさんがスロー分かりやすくていいよって。逆に、逆に、あ、でもこれ勝手にスローになってるだけなんですけども、いや私もなんでなってるかよく分からないんですけど、あ、でもよかったです、そう言ってもらえて、結果よかった、ありがとうございます。優しい皆さん優しい、優しい、おすすめです。あれだったらゆうちゃんのあのスウェットとかこれ上からかぶって、これスカートでも使ってもいいと思います。確かに、うん、意外と幅が広がりそう。今とかやったらちょっとね、おうち時間が多分いつもの、ね、例年よりかは増えると思うんで、うん、こういうちょっとストレスフリーの素材とかいいかもしれない。意外とね、足はスリットとかは入ってないんですけど、やっぱ裏地がない分結構足さばきはまあまあいい方かなと思います、うん、そんなめっちゃ多分、まあ、自転車とかきついと思うんですけど、階段とかなら全然そこまで気にせずいけるんじゃないかなと思います。はい、ふゆちゃんセレクトのレザーパンツ、これも欲しいね、うん、かわいい、人の目で狙ってるこのレザーパンツね、めっちゃあったかい、裏起毛みたいな感じになってるので、うん、とてもあったかくて、うん、しかもおしゃれやし、ね、で、今日の新作のインナーに、うん、さっきのワンピのトップスだけ、え、かわいい、かわいいよね、おしゃれおしゃれおしゃれよね、うん、え、私今日ナンバーワンコーデぐらい、え、確かに、やっぱその棒でそこでボア帽子っていいですね、ボア帽子、うん、めっちゃおすすめです、いいです、はい、おすすめです、おしゃれ、うん、はいねえ、ほんとにエイプリルフール、そうや、それや、全然ピンとこへん、え、エイプリルフールじゃん、その妊娠しちゃったやつ、わかんないっていうのは見てないけど、あ、そうですね、見てないけど、ちょっとまた帰ったらやってみますね、やってみますね、じゃあ見てみますね確かにマッケン出てた気がする、うん、でもしかしたら出なかったかも、うん、私の勘違いかもしれないですけど、はい、あ、ブンちゃんおしゃーってるちゃんさんが、ね、これね、おしゃれよ ね、おしゃれ、この思い切ったショート丈っていうのがやっぱり、うん、かわいい、おしゃれ感をさらに増してくれる、うん、しかもなんか意外と重ね着してもなんかタイトかなと思ったんですけど、そんなにピチピチ感ないので、確かに意外とね、重ね着もしやすい、うん、私ももっとタイトかなと思ったね、優秀よ、うん、優秀でございます、いけます、